暗くよどんだ闇の中で腐朽が広がる。何かが動いている。何かをつぶやいている。ありがとう、助けているのだろう。あれは仲間が倒すべきです。何も見ていない目、血を吸って濁った刃、耳障りな疑心と暗鬼の声が溶けきらないうちに、その獣は悲しい声で笑い始めた。そのナイトメアは叫びながら灰のように消えていった。それはもう気づいているんだろう。気づいているんですよ。あれは私の服。それは私の声。これは僕の武器。中で欲望を満たすことなのに愛情、愛情、愛情なのです。自らが支払うべき呪縛、その現実をアリスたちは静かに見つめている。